はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、表遊戯です。さあ本日なんですが、光の黄金地というテーマが実装されましたんで、これご紹介していこうかなというふうに思っております。このテーマは武藤遊戯くんの、あの表遊戯くんのなんかモンスターがまあちょっと令和版にリメイクされたみたいな感じのテーマになっていまして、この光の黄金地っていう永続魔法がキーカードになっていて、まあこれから動いていくっていう感じですね。これは魔法トラップゾーンに存在しているとモンスターの効果で破壊されないっていう効果で、まあ自分のガンドラの効果とかでも破壊されなかったりとか、あとあのブラックローズドラゴンとかね、テンパイルとかから出てくることあるかもしれないですけど、アイドルで破壊されなかったりとか、そういう感じですね。で、自分のメインフェーズに光の黄金室を除く、光の黄金室のカード名が記されたカード1枚をデッキから手札に加えるよっていう効果があって、で、これで、トリコロールガジェットっていうのが光の黄金室とかサーチできるんですけど、こことここがなんかこう総合サーチが起きていて、なんかいろんなカードをサーチできる感じですね。で、まあ安定感はまあそこそこあります。だから、無効系とかうららとかにはめっちゃ弱いですけど。で、光の黄金室と名前が記されてるモンスターがトリコロールガジェット、あとガンドラギアス、サイレントマジシャンゼロ、それから、サイレントソードマンゼロ、まあ、他にもいくつかね、いるんですけどね、関連カードが見れるんですけど、まあ、このブラックマジシャンとか、デーモンの将来とか、この辺も全部そうなんですけど、マシュマロンとか、まあやっぱ、あの、基本展開は、まあ、こことここと、ここで、あの、後手まくりとか3ターン目でここ、みたいな感じの動きをしていくんで、まあ一応、必要最小限の枚数を採用したつもりです、今回は。はい。で、サイレントマジシャンゼロは魔法カードを無効を持ってて、で、サイレントソードマンゼロは対象に取る効果を無効を持ってるんで、一応ここで、まあ一応妨害みたいなことができるのと、あと、ターンサイレンスっていう、これが、モンスター効果にチェーンしてこれ打つとモンスター効果無効にできるっていう効果あるんで、これでも一応妨害ができる。だからモンスター効果を一回無効にするのと、魔法トラップカードを、魔法カードを一回無効にするのと、対象に取る効果を一回無効にできるみたいな感じの、盤面ができますね。基本展開をすると。で、仲間の絆っていうカードが、これデッキから、光の黄金室系のモンスター2体レベル4以下のやつ特殊召喚できるっていう効果があって、これめちゃくちゃ強いんですよ。これでこれとかこれとかこれとか出してこれるんですけど、これよく見てもらったら分かるんですけど、縛りめっちゃきついんですよ。このカードの発動後、ターン終了時まで自分はエクサデッキからモンスター特殊召喚できないっていう縛りが入っちゃうんですね。で、この縛りがある関係上、やっぱどうしてもね、その、展開するのは、このトリコロールガジェットとかの展開前に展開しないといけないんですよね。で、ここに召喚権大体使うんで、召喚権を使わない、あの、展開系のテーマ、で、かつ、補機械の黄金室と相性のいいテーマと相性が良くて、まあ、今回はホルスを入れてきました。あの、それ以外にも、ホルスのじゃなくて、なんか、永続魔法とか、永続トラップみたいな、こういうね、カードを入れる、まあ、準構築寄せで永続魔法とかで戦うみたいな感じのデッキもあるんですけど、あのホルスだとやっぱ結局打点要因になるっていうのがやっぱ一番強いのしと思うし、あとトリコロールガジェットとかへの無効系とかウララとかの妨害をフォトンロードとかあとエネアードとかこの辺で牽制できるんで、まあ一応このメインギミックを通しやすいっていうメリットもあり、かつガンドラギアスがフィールドのカード全部ぶっ壊しちゃうんですけど、王の棺がある場合ってあのホルスモンスターって壊されないんですよね、あの対象としない効果では。だからガンドラギアスの周りにいるホルスたちも死なないっていう、これがあればっていうのもあって、一応相性これは壊されちゃうんですけどね、王の棺は壊されちゃうんですけど、そういうシナジーもあって今回はホルスを入れています。はい、まあこのね制約がねもうちょっと軽ければいくらでもなんかデッキできるんだけど、これが重すぎてちょっとそんなになんか出張性能とか高くない気はするんだけど、このテーマなんか後からねこれトリコロールガジェット特殊ができるようなギミックがあれば、まあ、それはそれでいいのかもしれないけどね。まあ、ちなみに永続魔法とか永続トラップとかはあの結構詰めてサモンリミッターとかセンサー万別みたいなのは引っかからずに展開できるんで、まあ割と入れとくかなみたいなとか思ってますね。まあ制限カードですけどね。はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。このテーマさ、なんか大して覚える展開ルートないし、あと安いし、結構これ実は初心者向けテーマなんじゃないか説あるよね、このテーマ。あとあの表遊戯が使っていたカードをリメイクしてるっていうことで、遊戯王ファンからもなんか受け入れやすい気がするんだよね。なんかもしかするとこれあれか、初心者にあのおすすめできるテーマなのか。まあ、ちなみにデッキのパワーは低いけどな。問題はデッキのパワーが低いことだ。はい、現代遊戯王においてデッキのパワーが低いということはちょっとそれだけでおすすめできない理由のなのか、可能性もあるけど、やってることはねなんかめちゃくちゃ簡単なんでね、これ仲間の絆打つじゃないですか。仲間の絆打ってなんか、あ、自由、あ、もう全然いいですよ。これうらら打つとかねしなくていいです。
なんでかっていうと、こっからモンスターが2体同時に特殊召喚されるんで、相手1ドローしてからターン終了するからです。はい、あのマジでこれだけなんで G が重くないのもいいテーマだね。これ G が全く重くない、一切もう効かないと言ってもいい、ほぼ。まあ、ちょっとホルスを引いてる時だけ効いちゃうんだけど、 G めっちゃ重くなっちゃうんだけど、まあ、ホルスがない場合は本当にね、増殖する G 何も重くないですね。何も重くない、マジで。本当にワンドローエンドだから、 G に1ドローで止まって妨害残せるといえばなかなかねえよな。それがいいところですね。あ、ちなみにサイレントソードマンは対象、にしてきたカードを無効にする効果と、あとサイレントマンションは、魔法カード無効。パッチワーク、いやパッチワークダメじゃね、パッチワークダメだろ、多分キマイラだな。これ今回アプレンティスが来てね、キマイラもめちゃくちゃ強くなったんですよね。ありえん強くなったっていうことだけは言えるんだけど、ガーディアンキマイラマジでやばいから、ガーディアンキマイラ出させないようにしたい。できれば無限抱擁とか効かなくなっちゃうからね、あれ融合があると。ミラーソードナイツ、はい。ちなみにミラーソードナイトの効果発動してきます、あ、来ましたか。じゃあターンサイレンスだな。ターンサイレンス、モンスターの効果にチェーンしてこのカードを打った場合、サイマジの打点を上げつつ、あ、打点かレベルを上げつつ、その発動した効果を無効にできる。君はそのモンスターの効果はもう使えない。ターンサイレンス最強ちなみにターンサイレンスはなんか一応バトルフェーズを終了する効果を持ってるため、ワンチャン硬いぞこの盤面。そしてセンサー万別をパカれば相手は何もできないだろう。よし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 強い強い、二妨害で止まるお前もお前だけどな。はい、サイレントソードマンゼロの効果、打点が上がります。だってレベルが上がります。なんだろうね、あの無限抱擁とかですかね、抱擁とかなのかちょっと分かんないんですけど、魔法無効はあと結構辛いんじゃないかな、あのデッキね。融合止められたらなんか結構辛そうなイメージあるんだけど、まあ、ターンサイレンスで、ソードマンが無効になって、アプレンティス引いてなかったら貫通力出ないもんな、デッキ。何持っていけばいいんだろう、トリコロールガジェットいいか。トリコロールガジェットからの、未来への沈黙で打点めっちゃ上げる、ありえん打点上げてぶっ殺すでいいか。未来への沈黙っていうカードは、まあ、サイレントバーニングなんだけど、いやこれ足りてんじゃん、これ打点やばくない、打点足りてて草なんだけど、これじゃあこれでいいやターン、いや一生毎ターン毎ターンターンサイレンス構えられるのは結構強いね、このテーマ。さあ行こう、バトルフェイズ、サイレントマンシャンゼロ3500打点だって、やばくないまあまあ強いんだけど、ああちょっとうるさい、お前自分のバトルフェイズ終了するわけねえだろ、黙れ。うわー、おいって相手なんもねえのか、死ぬぞ、お死ぬぞあいつえもしかしてこのテーマ強い。ちなみに結構ホルスとの相性は良くて、なんでかっていうと、ガンドラギアスの全部っぱ効果がフィールドのモンスター全部っぱするんですけど、ホルスはねあれだからです、破壊されないからです、王の棺があれば。これどうしよう、これさコスト増持するしかなくない、これウララタが食らった時やばいから、普通にホルイムセティでさ、これもイムセティで増持しなきゃいけないのマジこれしかないよな正直。あ、ガンバか、オッケーです、了解です。あ、これでじゃあ無限抱擁は飛んでこねえから、トリコロールガジェットの効果通りやすくなった気がするわ。でガンマがぶっ飛ばされて、でイムセティの効果無効になりました。まあ、女王の棺あるんで、まあ、それはいいことですね。まあ、王の棺発動して、あ、なんもなさそうだ。まあ、ちょっと一応これ一回出しに行ってチェーンあるかどうか考えます。ないですね。あ、じゃあトリコールガジェットでいいか。まあ、一旦ね、なんか、レベル8もう一体並べて、妨害モンスター、妨害を阻止するモンスターを出してから展開するとかもあるんですけど、ちょっと今ターンサイズ引いてて、これ強いので、低いの大声で持ってきまして、で、これあれです、噂の王の棺と、黄金筆を並べる、通称棺ビート。通称2枚の棺を使ってビートする通称棺ビートね、これ。で、仲間の絆で。仲間の絆をぶち込みまして、仲間の絆で、
何でしたっけ、サイレントマジシャンゼロとサイレントソードマンを特殊召喚、現れる。うわっ。そしてカードを1枚セットして俺のターンを終了するするぜ。ちなみに仲間の絆は、発動後エクストラデッキからモンスターを特殊召喚できないとかいう意味不明な縛りが入るぜこの制約が重すぎてモンスターを特殊召喚する、系の展開とはめちゃくちゃに相性が悪いぜ。まあ、一応あのイムセティが守ってくれてますからね、周りのモンスターたちを。イムセティが見守ってくれています。はい、サイレントソードマンゼロの効果を発動し、サイレントソードマンゼロの効果により打点がアップ。よし、魔法カード1回無効、対象耐性1回、モンスター効果ターンサイレンスで実質無効。イムセティの見守り、これですねあんま強くね、結局ね。うわー、絶対にダメ。サイレントマジシャンゼロの効果をによって魔法カードの発動を無効にし、このカードのレベルを1つ上げる。ちなみに全部っぱカードにはめちゃくちゃ弱いです。あ、危ない、金敵かと思った。危ないすぎる禁じられた。あ、ちなみに大嵐チェーン1滴で負けです、大体。あ、まあ、負けでもないか、まあ、ターンサイレンスがあるので、まあ、バトルフ、あ、ダメだな。オフ、あの光の黄金室爆破された意味では光の黄金室爆破されるので、まあ、負けですね、おおむね。テンパイリー OK です。テンパイリューパイズラ、テンパイリュー結構強いと思うよ、これ。ターンサイレンスだから。ターンサイレンスあるので、ターンサイレンスの、打点上げあるじゃないですか。まずこれで打点上げます。でターンサイレンスが墓地から除外すると、なんか光の黄金室、のモンスターが戦闘するときに、そのダメージ計算時になんかあの除外するとバトルフェーズ終了っていう効果打てるんですけど、これ意外と鬱陶しくて、テンパイリューのワンキル阻止できるんですよね。一応金券か、オッケー。これ金券はちなみに後でね、あのガンドラギアス君を出したときに、あの除外されてるカードが多いと打点が上がるっていう効果があるんで、結構やれますよ。元禄かな、これは。サーチすんの多分手数になるの元禄ぐらいだろう。だから意外となんとかなるんじゃないかと思いたい。でイムセティ君はまあまあ強いから墓地送る効果あるから、イムセティ君もまあまあ今はちょっと強いし、元禄がやばい。チュンドラやばいか、普通に。これ原力でチュンドラ出てきて、チュンドラ効果って言われるところまで行くんだよな、でも。バトルフェーズ終了するとしてもね。はい。でチュンドラ、やべえ。ちょっと待って、これ、あの、相手がテキスト読んでると、イムセテに特攻してくるやばい。あぶない、おっしゃー。そっちに殴ってくるとバトルフェーズ終了ですよ。お前のバトルフェーズは俺が終了させてもらう。ダメして。で、計算値だから、まだ俺の方が遅いんだよ。現れろ、時の沈黙ターンサイレンス、バトルフェーズ終了ちょっと強い、ちょっと強いところは、これはちょっと強いぜ。どうする、なに、なに、だーに、この効果使えるんだっけ。なんかダメステ、ダメステも使えるのこれ。ブラックローズ、やばいやばい、あったー、あ、いや残ったイムセティ耐えたー、イムセティなんか耐えたー。王の質疑があるか、王の質疑があるから、イムセティが耐えて、で光の覚えはそもそもモンスター効果で破壊されないから耐えたのか。やべえ、でもなんかちょっと相性が悪いな。あの、うわ、無限法要じゃん、それそれ絶対無限法要じゃん。イムセティをこれもしかして墓地送った方がよかった。じゃあ、いや、それは知らんわ、それは知らんすぎる。機械の音質発動、まあ、ですよね。はい、すいませんでした。うざっ、今イムセティ、え、イムセティってイムセティ送れたっけ、ちょっと覚えてないけど、まあまあいいや。うざすぎる、くっそ。あの、イムセティが必要なのはそっちの質疑じゃないっつってねそっちの質疑ではない、伝説のイムセティビートが始まったぜ。エンド、伝説のイムセティビート、これがいわゆる3000打点のイムセティでビートしていく、これがイムセティビート、これが質疑ビートかーつってな。ちょっといいぞ、あの、相手が事故ってる間になんとかよーし、これちょっと待って、あと5000でしょ、5000やから8枚ってことは、これ光の黄金室効果使って、これギアス出したら勝てるんじゃね、ギアスくん。
待って、これ伊達いくつだろう。まあとりあえずギアス持ってくるか。ギアス持ってるしかねえな。そしてガンドラギアスは黄金室がある場合手札から特殊召喚できる。あらあら、破壊力ガンドラギアス、かっこよ。これ殴ったら勝ちだろ。バトル行け。だね、なんかある。行け、ガンドラギアスでダイレクトアタック。うわデストロイギア、ギアスレイズ、イムセティ、いけおらー、なにーだーにせ、まじ重罪はこれ。ちょっと何それ、もうそのちょ、気持ち、どうして気持ちよく俺にデュエルさせないんだこいつは。でも除外ゾーンが増えたから打点が上がったぞガンドラギアス君打点が上がった。ガンドラギアス君ちなみにあの一応あの全部パスする効果持ってるんですけど、あの今はイムセティ王の人いないんでぶっ壊されますね。ちなみにはい、マグナムートが爆発されましたのでエンドフェイズにサーチが入りますが、エンドフェイズサーチ何サーチしてくんだろうな。元禄回収から元禄で動いてくんのかな。元禄は割と墓穴効くんで、まあ弱くはないんですけどね、この墓穴の指名者2枚引きは。さあマグナムート効果処理で、あそうだよね、元禄回収いいだろう。で元禄特殊召喚から元禄効果だろ。これ来たわ、墓穴ぶつかるぞ。これ墓穴ぶち込みます。はい、回してください。で元禄リリースって言うでしょ多分。まあ相手のターンでもどっちのターンでもいいんだけど、相手のターンでも自分のターンでもどっちでもいいんだけど、 OK、 リリースって言って黙れって言え。消えろー、消え捨てろ、よし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 。あとは相手が召喚してきたモンスターは大体多分墓地にいるから、あとはそいつを墓穴すればいいだけや。来た、来い、かかってきやがれ。ちなみに妨害はマジで墓穴しかねえマジで妨害は墓穴。よし、いけるぞいけるぞ、お前らギアス見せていらない、あまりにもいらない。待って、これもうマグナムートもないからこれ殴った方がよくない。これなんか余計な効果使ってガンマとかなんかやられたらやばいじゃん。ガンマやったっけ最近、パトルフェイズ。ちょっと待って、これもうこれで殴った方がいい。よし、危ない、ありがとうガンドラギアス君。ガンドラギアス君ほとんど何もしないけど殴ってただけだったわ。ガンドラギアスなんかちょっとあんま効果使いに行くタイミングねえな。なんかホルスプラスガンドラみたいになったとき結構強いんだけどね。なんか王の棺やべ、ちょっとやばい、それはそれやばいわ。ちょっと待って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 、ちょこいつ強いよね。やっぱこのさ、なんかさ、ベリューの剣とさ、コリオの剣強す。おい、ふざけんなよ、俺モンスター効果使ってねえのにさ、参戦の棒アクティブなの、これやばくないこれ。ちょおかしいだろこれこれいかれてるだろマジ、このギミック。おい、ちょっとやめろよ、やばいやばいことしてるよこれ。これ絶対おかしいよこれ。俺なんもしないのにさ、なんか普通に参戦のこと参戦されたのやばくないこれ。お、立てるやつできるかなってこと。お前頭いいな、それめちゃくちゃ頭いいじゃん。しかもこれアルミラージに変換とかしたらあれか、買ったあのマジで一番勝負で立てるやつ作れるんだこれ。もしかするとこれ強くねえかこれ、やばい、これで最強か。早急のジャックナイツ、これ確か頭いいな。なるほど、川中島ジャックナイツってこと。そんなデッキもあるんすか。川中島可能性の獣すぎるだろマジで。すげえ面白、なんかその確かにあれだね、縦列作りやすいね。相手のモンスター、相手の盤面にモンスターを送りつけるモンスターっていうのは縦列が作りやすいので、ジャックナイツは確かにめちゃくちゃ相性いいっすわ。ガチでジャックナイツ展開してんじゃん。何これ傷跡やばくない。傷跡やばいわ。傷跡はちなみに墓地および自分のフィードの大高少年の中ジャックナイツモンスターを走る除外すると、相手の手札でエクストラデッキを全部墓地送るってやばい効果があってこれでなんかほんとクソみたいな前半ですみたいな動きあるんですけど、これもしかして僕前半ですされないですよね。なんかありえん量のジャックナイツで展開されてますけど、これもしかして僕死にますか。いや展開伸びますね、テーマ素晴らしい。リーブ21でこれ何、あれか、自分のアストラム来た、やべ、マスカレ、マスカレ素材アストラム強すぎんだよな。対象にならず効果では破壊されず、こいつしか殴れず、特殊召喚されたモンスターとなんかバトルするとき打点が上がるっていうのバゲモンができました。はい、
これリーブ21はちなみにあれですね、あのリーブは、リンクサインになるとフィールドのカードバウンスできるんですけど、これあの遅れつけたあの何ビリーの剣をバウンスして無駄がないですねこれこのデッキ天才じゃね、やばい、全てが噛み合ってる、傷跡はやばい、うわやったー強いって強いってその動き、トリコロールは来た、一応以上でもアストラムが突破でき、助けてくれ、これアストラムを突破するためにはまず通常召喚するしかねえ、モンスターをちょっとくれ、もうエクストラデッキはないんだ俺は、光の黄金室、待ってちょっとマジでアストラム突破するのどうしたの俺、光の黄金室、ガンダラギアスでも破壊できない、え、これマジでさ、サイレントマジシャン召喚してさ、サイレントマジシャン召喚してサイレントマジシャンに明日未来への沈黙打つしかなくないこれ、アストラム突破方法ないんだけど、もう死なないにかけてさ、これサイバージ持ってくるしかなくね、これ何持ってきても、なんかその絆とか持ってきたところなんか何も起きないんだよな、殴られて普通に何も起きないので、なのでもうちょっと次のターンに生きることか、願ってサイマジ召喚して、あやべ、師匠のジャックライツ飛んでくるのさ、忘れてた、師匠のジャックライツ飛んでくるのやばい普通に、だからあれだね、サイマジゼロ召喚して黄金室で、未来の沈黙持ってきてなんかぶん殴るみたいな、結局なんか特殊召喚したモンスターには本当アストラム君最強なんでどうしようもないんですけど、待って、これ打点高くない？いや、あまりにも無理あまりにも無理、これターンサイレンスやったか、これターンサイレンスでワンチャンするしかなかった、キスキルビリアのフィールドってこうやって壊れていくんですね、フィールドの美しさ最後に体感できよと、